s h 1 6 0 c ホーク、s h 6 0 c ホーク、Hawk, SH s h 6 0 c ホークスは、シコルスキーエアクラフト社製アメリカ海軍などで使用されている、汎用ヘリコプターである。s h 6 0は、当初、駆逐艦などに搭載されるランプス MK3 の、多目的ヘリコプター、s h 6 0 b c ホークとして開発された。その後、 派生型として、航空母艦搭載の艦上対戦障害用として、SH-60 回、オーシャンホークが開発された。また、救難用の HH-60、H レスキューホーク、沿岸警備隊の HH-60、JJ ホークなども派生した。これらは、将来的に SH-60B と、 sh-60f の後継としてのメガヘルツ -60rc ホーク hh-60h や ch-46c ナイトの後継としてのメガヘルツ -60s ナイトホーク hh-60j の強化型としてのメガヘルツ -60t によって代替入れることになっている。その他、日本は独自開発の派生型として、 sh-60j、通称ホワイトホーク、機体から新規設計した sh-60k を開発しているほか、台湾やオーストラリア、ギリシャなども、独自の運用要求を加味した機体 s-70b シリーズを輸入している。sh-60 シリーズは、シコルスキー社の h-60 シリーズの海軍型である。基本的には、 陸軍向けの UH-60 ブラックホークを元にしているが、電子設備や兵装、機体構造など、相違点が多い。艦上の狭い格納庫に収納するため、テールコーンは手動、メインローターは電動による折りたたみが可能で、後部試却位置も変更されている。また、駆逐艦などの狭い飛行甲板から、 離着陸しなければならないランプスヘリコプターについては、悪天候の中で着艦するためのロストシステムが装備され、さらにオリンは複列式となっている。一方、過酷な野戦環境での乱暴な離着陸を考慮しなくてよいので、主客はやや簡素化されている。生存性にも配慮されており、油圧装置故障時には人力で相談が可能であるほか、 燃料タンク仮面及びドライブシャフトは 12.7mm 基銃弾に耐えることができる。また、各動力伝達ギアには故障の原因となる金屑ず片を焼き切って除去する機能があり、潤滑油を完全に喪失した後も15から30分間飛行が可能である。テールローター機能喪失の際も、前進速度があれば垂直安定板などの空力特性により機種方位を保ち、 一定速度での飛行が可能である。コンピューターシステムにも同様の配慮がなされており、最重要である通信広報機能は、主電源が断絶されるまで使用可能であるほか、メインコンピューターシステムは、ミル STD-1553、多重データバスにより、レーダー系統、ソナー系統、下機関性系統等のの分離しており、メインコンピューターの機能が破壊された場合も、 戦勝処理機能により重要な一部の機能の確保がなされる。富士着陸時はクラッシュアーチネスと呼ばれる安全構造で機体や座席を衝撃軽減機能として乗員の生存率を高め着水時には緊急浮き袋を展開し機内燃料タンクが予備浮力として働くことにより水没を防いでいる。SH-60B ランプスヘリコプターや 航空母艦搭載の SH-60、海艦上ヘリコプターは、対戦攻撃を主任務としており、SH-60B は、その部位、SH-60F は、リッピングソナーを使用して、潜水艦を探知するほ、ランプスヘリコプターでは、対艦ミサイルの運用も可能である。また、いずれも、複次的に捜索救難も担うため、救助ホイストの装備が可能となっている。 これをもとに、救難船人気とした HH-60H や HH-60J では、救難用装備が搭載されており、戦闘捜索救難を考慮した HH-60H では、機関銃や対戦車ミサイルなどによる武装も施されている。また、対テロ作戦や、海賊の取り締まりが重要になるにつれ、多くの機体に、機関銃が搭載されつつある。 軽空中多目的システム、ランプスは、関西ヘリコプターを水上艦の戦闘システムの一部として、そのセンサーや攻撃手段の三次元的な延長として、運用するという方式である。単なる対戦障害機としての任務だけではなく、対水上打撃任務においては、目標捜索を行い、必要に応じて自らも、対艦ミサイルによって、攻撃を実施する。また、副次任務として、 捜索救難や、電子戦、補給輸送から、式連絡、対地ミサイルによる、沿岸目標の攻撃に至るまで、多目的に運用される。ランプスの初期型であるランプス MKI では、小規模な設備からも運用できるように小型の SH- にヘリコプターを使用していたが、機体が小型であるために制約が多く、性能に限界があったため、より大型で、 高性能のヘリコプターによるランプス MK3 の開発が決定された。ランプス MK3 の要求仕様は1973年10月に決定され、1976年6月には提案要求がなされた。これに対し、ボーイングバートル社、ウエストランド社、シコルスキー社が応募したが、最終的に当時アメリカ陸軍が進めていた。 アすス、汎用戦術輸送航空機システムで採用されていた UH-60A を元にした案が採用され、IBM を主契約者として SH-60BC ホークが開発された。SH-60B がランプス MK3 のヘリコプターに選定されたのは1977年であり、原型機有種 -60B は1979年12月に、 初飛行し、舞台配備は1983年から開始された。SH-60BC ホークにおいては、駆逐艦やフリーゲートの狭い飛行甲板、格納庫でも扱えるように、ローターブレードやテールブームを折りたためるようになったほか、艦の同様や悪天候にも対応できるように、着艦高速装置が導入された。機種としては、カナダや日本で、すでに運用実績のあった。 ベアトラップシステムが、アメリカ軍の運用要求を加味して、回収の上、ロスト、リカバリーアシスト、セキュアトラバースシステムとして採用された。これは、高天時においても、機体を安全に発着艦させ、また、格納庫と飛行艦板の間を移送することができる。ただし、ロストの支援を受けたとしても安夜に境外でしかも、動揺する駆逐艦の飛行艦板に着艦するには、 高い操縦技量が要求される。本機は、駆逐艦などに搭載されており、空母戦闘軍、現空母打撃軍外周での対戦作戦を担当して、広範囲を捜索する必要があるため、対戦センサーとしてはその部位及びマット、磁気探知装置使用する。ランプス MKI の SH-2 では、機上では過剰音を聴取するのみであったが、SH-60B では、 限定的ながらも情報処理が可能となった。対戦攻撃兵器としては、標準的な 324mm 単魚雷を使用するほか、対艦、対地攻撃用として、ペンギンミサイルやヘルファイアミサイルも搭載ができる。また、対水上打撃戦においては、母艦の対艦ミサイルのために、目標の情報を提供する測的機として活動するため、強力な a p s 1 2 4レーダーを搭載している。ランプスが水上戦闘艦に搭載されるときは、軽対戦ヘリコプター飛行隊、HSL から文献隊の形で派遣されることになる。例えば、スプルーアンス級駆逐艦など2機のヘリコプターを搭載する艦の合わせ、文献隊は操縦士4名、下詞官兵11名、ヘリコプター2機で編成される。ランプスは、 広域紹介を行うという性格上、自らが積極的に敵艦を捜索することは行わない。ランプス MK3 は母艦の戦術栄光ソナーと組み合わされての運用が構想されている。戦術栄光ソナーの有効探知距離はかなり長く、多くの場合、母艦の搭載する対戦ミサイルの射程よりもはるかに遠距離で敵潜水艦を探知できる。この場合、 戦術栄光ソナーが敵らしきものを探知したら、ランプスヘリコプターが緊急発進し、戦術栄光ソナーが探知した、大まかな位置の周辺にその部位を展開して絞り込み、場合によってはマット、磁気探知装置、敵が浮上したり潜望鏡を使用していた場合には、レーダー、赤外線探知機によって、さらに極限した上で、魚雷を投下して攻撃することとなる。この運用構想に基づき、 SH-60B は通常、格納庫に収められて30分待機、30分以内に発進できる状態を行う。作戦状況下では10分待機となり、さらに緊急時には5分待機が求められる。SH-60B の最大の主君は、1985年、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリーゲート、カーツ。 FFG-38 カーツに搭載された2機の SH-60B が太平洋北西部においてペトルパブロフスクカムチャツキーを母港とするソ連海軍のデルタ型原子力潜水艦を96時間にわたり継続追尾に成功したことである。これによって以後ソ連海軍は原子力潜水艦の行動に大きく制限を受けることとなった。後継機は SH-60 の改造発展型が計画されているが、すでに監視任務などは MQ-8 ファイアスカウト無人偵察機に移常されている。沿海域戦闘艦でもファイアスカウトと SH-60 の混載が決定されている。ランプス用の SH-60B から派生したのが1987年より配備され始めた SH-60 回。 オーシャンホークである。これは SH、SH-3HC キングの後継として、航空母艦に搭載され、空母戦闘軍周辺での対戦作戦を担当する、いわゆる CV ヒーロー、ヒーローである。全人気の C キングは、各国で長く使用されている名機であったが、SH-60F は、より小型でありながら、それよりも優れた飛行性能を備えている。 CV ヒーローは、正式名称を、空母内側ゾーン対戦ヘリコプター、と称し、空母戦闘軍の護衛艦、及びそれらが搭載するランプスヘリコプターの、対戦バリアを突破してきた、潜水艦を撃破することを的としている。したがって、その担当性域は、比較的、狭く、かつ、護衛艦部隊の警戒をかいくぐれるような敵は、 静粛性に優れていることが予想されるので、対戦センサーとしては、アクティブモードのディッピングソナーを使用する。ディッピングソナーは、その部位よりも、目標補足精度が高い、方位解析精度3度、即挙精度45メートルと言われるため、敵潜水艦が近ければ、ソナー探知に続いて即座に攻撃を行うことができる。これは、空母という護衛対象が、間近にいることを考えると、 極めて重要な特性である。SH-60F は、基本的に SH-60B をベースとしては、いるが、このように求められる任務が異なるので、設計変更された部分も多い。まず、ランプス MK3 用の電子装備に代わり、内側ゾーン用の対戦アビオニクスが搭載され、その V 投射機は、アクフ -13 リッピングソナーに変更された。 ティッピングソナーの運用に対応して自動操縦システムのプログラムも書き換えられおり、例えば全身飛行からより迅速にホバリングに移れるようになった。また、耐水上捜索も不要なので APS-124 レーダーも撤去されたが、これは外見から SH-60B と SH-60F を区別するため重要な識別点である。さらに、 駆逐艦などより、はるかに安定した空母の飛行艦板で、初着艦するので、ロストも撤去された。また、多目的の使用を考慮しなくてよいため、航続距離延長のために機内に燃料タンクが増設され、空母から 50km を進出して、100ノットでの移動とホバリングしてのそのあつり下げを、繰り返しつつ、10%の燃料を残して4時間の作戦行動が可能となっている。 ただし、空母搭載機の事故などの際に捜索救難を実施するため、救助ホイストは残されている。SH-60F からは、さらに救難ヘリコプターが派生した。ただし、海軍の HH-60H レスキューホークが、戦闘捜索救難を重視しているのに対し、沿岸警備隊の HH-60JJ ホークは、 より純粋な捜索救難に絞った機体である。これは、常実の通り、空母搭載の SH-60 解体戦ヘリコプターが捜索救難を行えるため、HH-60H は、より特殊な任務に特化できるためである。1989年により18機が調達された。HH-60H は、正式名称を、戦闘捜索救難型ヘリコプター。 HCS と称し、空母搭載機が撃墜されて、脱出した乗員が敵の支配地域に降下した場合の戦闘捜索救難を担っている。また、アメリカ海軍特殊部隊、ネイビーシールズの投入や回収への使用も考慮されており、機体そのものは s h 6 0 f をベースにしているとはいえ、搭載する装備はむしろ空軍の特殊作戦用ヘリコプターである。 HH-60 ペーブホークに近いものとなっている。戦闘捜索救難においては、250回りを進出して、非有効地域に降下した4名を救出し、また、特殊作戦時には200回りを進出して8名の特殊部隊員を投入、回収できることとなっている。HH-60JJ ホークは、正式名称を中距離救難型ヘリコプター。 MRR と称し、設計面では SH-60 回、直接的には HH-60H をベースとしてはいるが、必要に応じて自衛用機銃を装備できるのみで、基本的には純粋な救難ヘリコプターである。キャビン内には6名用の折りたたみ座席と、2つのキャビン用印用回転式座席が設置されており、機内の補助燃料タンクは廃止されているが、代わって、 全部下限のパイロンに外装式燃料タンクが搭載できるようになっている。これにより、HH-60J は 480km を進出して、その場に45分間止まって6人を回収し、十分な燃料を残して帰還できる。HH-60J は1990年より、HH-3 回ペリカンの後継機として42機が調達された。 なお、沿岸警備隊は近年、ディープウォーター計画の下で、各種装備の刷新を図っているが、HH-60J も、タイテロ船に対応するため、メガヘルツ -60T として強化されることとなっている。HH-60J は巡視船への搭載も可能であるが、中距離捜索救難を目的としており、調達機数も少なく、また、 大型で甲板上での取り回しが困難であることから、搭載機としては、より小型の短距離捜索救難機である、HH-65 ドルフィンが使用されることが多い。メガヘルツ6 0 r c ホークは、当初 SH-60R ストライクホークと呼ばれており、ランプス MK3 ブロック2で使用されるヘリコプターとして開発された。s h r は、 ランプスヘリコプターと CV ヒーローを統合する機体であり、その多目的性を強調するため、機体の正式名は MHz-60R に変更された。当初はランプス容器材と CV ヒーロー容器材を兼ね備えた機体として構想されていたが、機体の性能的な問題から、後に必要に応じて積み替えることとなった。ランプスヘリコプターとしては、同時に、 制御できるその部位の数が倍増した、発揮を同時展開可能ほか、機上音響信号処理装置として、IS-1 プロテウスに代わって、新型の IS-2 エンハンスのモズラシグナルプロセッサが採用された。また、操縦機器は全面的にグラスコックピット化され、アップデートされた、イザムシステムと合成開口レーダー、フリアシステム、そして、 新型マルチモードレーダーを採用している。メガヘルツ -60S ナイトホークは当初 CH-60S と命名されていたように CH-46C ナイトの後継である輸送ヘリコプターとして計画されていた。しかしメガヘルツ -60R と同様に多様途化が図られ HH-60HSQ ーホークの 戦闘捜索救難任務や、メガヘルツ -53EC ドラゴンの、総海ヘリコプターの代替としての用途も加えられた。これを踏まえて、アメリカ海軍では、再設計も検討されたが、調達費の問題で頓挫したため、SH-60BC ホークや、陸軍の新しい改良型である、UH-60L ブラックホークの機体を、土台にして設計され、 ただしコックピットは、MHz-60R と共通化されている。アメリカ海軍では現在運用中の H-60 シリーズを、対戦、対水上任務に従事する MHz-60RC ホークと、捜索救難、輸送に従事する MHz-60S ナイトホーク、ナイトホークの2系統に整理する予定である。沿岸地域での多様と任務に対応して、 キャビン溶石に余裕を持たせた発展型のシコルスキー S-92 シリーズの配備も構想されている。HSS-2B の後継として SH-60B を国内向けに SH-60J として開発。搭載電子機器を輸入できなかったため防衛庁技術研究本部が開発した。1987年。 昭和62年8月31日に日本で初飛行を行い、三菱重工業がライセンス生産。1991年平成3年8月から部隊に配備された。これらは基本的には SH-60B ランプスヘリをベースとしてはいるが、その部位25本と共に HQS-103 リッピングソナー、アクシマイナス13回に 筆敵を搭載しており、より対戦に特化した強力な戦闘能力を備えている。SH-60J の後継として、三菱重工業で SH-60K が開発された。2001年、平成13年初飛行。2005年、平成17年度より配備が開始された。オーストラリア海軍は1984年に、 アデレード級フリゲートの搭載機として S-70B-2CE ホークの名称で採用した。シコルスキー社から8機を輸入し、もう8機分の機材を輸入して、オーストラリアで組み立てられ、計16機を取得した。S-70B-2CE ホークは、オーストラリアが選定した電子機器を搭載し、小型レドームに収容したメル X バンドレーダーを搭載した。 機体右側にはホイストを装備し、アン、SS9-81 バーラソノ V とマット、システムを組み込んだ C アン、アクス -504 ソナーを備え、ペンギン、C スクアといった対艦ミサイルの装備などが特徴であ、る。ティッピングソナーを搭載しない点で、アメリカ海軍の SH-60B に近い、機体である。また、湾岸戦争時には、アン、奥 -16 フリアやアン、 R-47 システムを追加装備され参加した。一方、ギリシャ海軍は自国のメコ200型フリゲートに搭載するため5機の S-70B-6C ホークを購入した。これはベンディックス製アンアスック -183 リッピングソナーを装備するという点は SH-60F に近いがアン APS-1433 レーダーを装備し、ペンギン対艦ミサイルの運用も可能となっている。スペイン海軍は、サンタマリア級フリゲートの配備とともに、12機の SH-60 系列の機体を購入した。これは、基本的には SH-60B、ランプスヘリに近い機体だが、その部位ではなく、SH-60F と同様に、アン。 アクシマイナス13回リッピングソナーを装備している。台湾海軍は、皇帝級フリゲート、西高級フリゲートやキールン級、ミサイル駆逐艦において、S-70C-1 サンダーホーク10機を運用している。これは、ベンディックス製、アン、アスックマイナス183リッピングソナーを装備するという点では、SH-60F に近いが、アン、 APS-128C レーダーを装備している。また電子線支援装置は2013年に導入した新造機では最新型を採用している。なお、S-70C は民間向けモデルの名称であるが機体の規格は S-70B と同様であり、二つの中国に関係する政治的な配慮による名称とされている。 増大する中華人民共和国の脅威に危機感を強めている中華民国国防部では2015年12月に米国からの OH ペリー級駆逐艦追加配備決定に伴い改良モデルとなる関西対戦ヘリを購入するとしている。トルコ海軍は8機の S-70B-28 を運用している。これは s h 1 6 0 f に改良を加えた機体であり、ディッピングソナーとして、ヘルラス DS-100 長距離アクティブソナーのほか、アン・ a p s 1 2 8レーダーを装備し、ヘルファイアミサイルの運用も可能。大海軍は、空母、着リナルエベトの搭載機として、7機の S-70B-7 を購入した。これは、 sh-60b に準じる機体で、ナレー S1 級フリゲートにも搭載されている。また、MHz-60s も受領している。2010年代に入って、MHz-60r が、デンマーク、ブラジル、イスラエル、サウジアラビアに採用されている。出展、ブラシー、S ワールドエアクラフトシステムズディレクトリー、 ネイビーファクトファイルシコルスキー S-70B 参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。